皆さんこんにちは、せーの、ゴーサート J1 です。はい、ということでゲームコーナーでございます。はい、ということですね、我々 J1 メンバーでメンバーで一番丸々なのは誰ゲーム。Ready? Let's dance. Here we go.メンバーの中で一番怖がりなのは誰ですか、こちら皆さんお考えください、はい、これむずい、急にバラエティーが2択まで来ました。はいはいはい、もう決まりました。はい、皆さん決まったようなので、一番怖がりだと思う人を指さしてもらいたいと思います。はい、それではじゃあせーのの後にやってくださいね。はい、いきます、せーの、ドン。さあ、これはもう、お、じゃあ、たくみ、ルキ、ルキ、ルキは純喜で、俺がルキ、マメが小生が、あ、小生、で、翔也が僕も小生、おお、小生で、スカイが白岩様で、シオンがたくみ、で、レンがルキ、純喜がルキ、ケイゴがで、小生がおお、ルキじゃん、ルキの人、手挙げて、はい、あー、これはもう、はい、ということでルキでございます。はい、じゃあちょっと匠さん、はい、なんであのルキ君をちょっと選んだのか。いや、もうなんか、あ、なんかそのなんだろう、音が鳴ったりとか、なんだろう、虫が来たりとかっていう、そういうことでも一番反応があるっていう。あれこの二人で迷ってんの。そうね、確かに。いや、僕1票も入ってないですからね。ちなみに、はい、はい、結構がっつりいってるんで、ね、まあそういう感じですかね。はい、続いてですが、メンバーの中で一番綺麗好きなのは誰。いや、これ負けたくないところはあるよね。まあ正直別に綺麗、これね、結構、ね、結構みんな綺麗好きだよね。決まった。まあでもね、自分以外って言うとっていうことですね。それではせーの、ドン。おわ、これは分かれたな。じゃあ、たくみ、ルキーで、たくみで、僕がケイゴ、マメがたくみ、おー、たくみで、ショウヤがたくみ、おー、たくみ、スカイがショウ、あ、俺、おで、スカイ、はい、で、レンがたくみ、おー、たくみ、ジュンキはレンくん、あ、レンで、ケイゴもたくみ、おー、たくみの人、圧倒的たくみやということで、たくみです。じゃあちょっと慶吾さん、理由をお願いします。やっぱ僕、翔くんとも迷ったんですよ。なんか、まあみんな整理整頓とかね、はい、まあ、結構綺麗好きなんですけど、うん、なんかそのちょっと潔癖症なところが、いや、そう、綺麗好きなのは何人もいたんですけど、はい、ちょっと本当にちっちゃい汚れとかも無理だから、一番綺麗好きなのはってことですね。そうですね、まあ匠なんじゃないかなと思いました。はい、さあ続いていきましょうか。メンバーの中で、一番オンとオフが、オフの差が激しいのは誰。あ、これむずっ。これ逆になんか指名されたらうってな。え、これいいことじゃない。はい、じゃあ行きましょう。それではオンとオフの差が一番激しいのは、せーの、ドン。さあ、たくみ、小生、ルキ、敬語で、俺は小生で、マメがルキ、翔也がこれね、難しい。なんだそれ。決まってないの。誰やん、それ。誰わかんないんだよね。誰か言って。じゃあ、小生で。小生で、スカイがたくみで、シオンがお、純喜、レンはシオンで、純喜がたくみ、たくみで、ケイコが小生。小生は小生さん。お、小生の人、小生が多いかな。小生が多いんだ。仮なんだよな。いや、仮ね。分かりね。小生か。でも一応小生。そう、一応小生。じゃあ、小生ということで決定しました。え、どれですか。難しい。どうですか、小生。小生。わかんない。理由。わかんない。じゃあ。俺、難しいですね。え、匠君の人。いや、なんかその、あの、日頃の、生活の小生とこのステージに立った時の小生が、あ、そこ、え、どういうこと。それがオンとオフや。そうだ、めっちゃわかる。どこ、逆に。俺はその普段の、あの仕事と、あのプライベートのオンオフ。あ、
あ、あんまプライベートを知らんからな。いや、どうなんですか、なんかそこはどうなんですか、どういう感じが怖いんだよ。なんか休みの時、ばったり会った時とか、うん、めっちゃアーティストなのよ。あー、わかる。いいよ、いいよ。そのかっこいい、オフの方がアーティストすごくないみたいな。このいや今もかっこいいよ。そういう感じね。なるほど。いや喜んでいいのかな。どうですか。さあメンバーの中で一番よく食べるのは誰？これはまあ、まあ、これ一番これね前ね結構ねあの決まっちゃったんだよね。決まっちゃった。お仕事で。ああ、そっか。せーの。どん。いや、分からんけど。俺は決まりよ。さあ、匠。レン君。お、レン。え？なんで？ルキ。ショウヤ。ショウヤ。僕もショウヤ。前もショウヤ。ショウヤは？あ、ジュンキ。ジュンキ。これケイゴ。お、ケイゴ。あ、クーラ。シオン。マメちゃん。お、マメ。レン。ショウヤ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 ですね。ショウヤ。わ、もう圧倒的ショウヤでございます。どうですか、ショウ。じゃあジュンキに理由を。いやそうですね、あのやっぱりあの何でも美味しそうにあの、まあ、よく食べ食べるし、あのそれこそこう楽屋に着いたらあのめちゃめちゃ食いも漁ってるなって。いち早くな、はい、いち早く美味しそうなものを取っていく、ね、今日もそうでしょ、はい、代表なのじゃないかなと思います。はい、はい、メンバーの中で一番料理好きなのは誰？おー決まった。これは決まったな。でも、ね、俺最近変わったな、なんかメンバーで。さあ、それでは行きましょう。メンバーの中で一番料理が好きなのは、せーの、ドン。まあ、そうね。おお。たくみ。ショウ君。あ、俺。ショウ君。俺は、ショウセイ。えぇ、ーはい、純喜。僕も純喜。純喜。俺、ショウや。ああ、ショウや。ああ、でもね、作るね。俺。ショウ君。おぉ。ああ、じゃあ僕ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、まあ翔くんはまあお母さんみたいな感じで、まあ僕ら一人暮らしをあのみんな同じところでしてるんですけど、本当に一回の料理で大量に作るんですよ。もう多分本当に俺らが来て振る舞うよぐらいなんかすごいたくさん料理してくれて、まあ、それもすごく美味しいので翔くん、うん、翔くんかなと思います。こんなんやってる。そんなでかいな。アンパンマンでしょ。シューシューのとこでシューシューこんなんやってる。工場でやってます。みんな分作ろうかな。作りすぎでしょ。はい、ということで続いての質問いきましょう。さあ続いての質問ですが、メンバーの中で一番ストイックなのは誰？これも、これは決まりましたね。さあそれではいきましょう。メンバーの中で一番ストイックなのは、せーの、ドン。さあこれは結構ばらけたんじゃない？たくみ、ね、豆ルキ豆僕はルキ豆はたくみしょうやスカイスカイスカイはシオンシオンシオンがあ俺、うん、俺は豆豆え俺はスカイ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 おということでスカイかな。はい、じゃあスカイを選んだ人手挙げて。はい、じゃあしょうや時期的にスカイって感じ。まあでも結構もともとオーディションの時期から僕最初の方から一緒なんですけど、まあ結構本当にコツコツやるタイプで、本当にずーっとこう最近は筋トレをめちゃめちゃ、体がやばいですよね。めちゃめちゃかっこいいんですよ。まあ甲の期待ということでお願いします。甲の期待、甲の期待。メンバーの中で一番天然なのは誰？ああこれはまあ OK。 あーあるな。さあそれで一番天然なのは、せーの、ドン。お、だよね、やっぱりそうだよね。あーそうだよね。そうだよね。俺ルキ、俺翔瀬、俺翔君、翔君、ジョー君、誰？誰？俺翔君、誰？俺翔瀬、ほら翔瀬、はい、俺ルキ、ルキ、翔君、俺翔、シオン、いや翔君だね。翔君でしょ。ありがとうございます。いや天然だな。もう、はい、だ、じゃあ誰か。あのね、翔くんはすごい天然で、天然だね。なんかあの、まあ、番組、なんか違う番組があって、うん、で、その番組のポーズがなんかあると思ってたらしくて、
でその違う番組に、ね、なんかこのポーズあるんですか、なんかその前回あったかのような、別にないのに前回のポーズなんか今回もポーズありますよねみたいな雰囲気でなんか喋ってるなんかそれめっちゃおもろくて、ないでしょそんなポーズ、今までやったことないでしょみたいな、その平気な顔して喋り出すから意味わかんない、それがなんかおもろいなっていうのちょっと僕は天然だなって思いますね、はい、もうそれを言ったことすら覚えてないもん、あんまり、うん、さあ続いての質問参りましょう。メンバーの中で一番いたずら好きなのは誰？うわぁ、これはメンバーの中で一番いたずら好きなのは、せーの、ドン。さあ、たくみ、けいごくん、るき、けいご、俺、けいご、けいごくん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 、もうスカイ、あ、スカイ、けいご、けいご、スカイです、圧倒的にけいごでございます。さあ、じゃあるき、けいご選んだ理由を。けいご選んだ理由か、はい、いやもう毎日ふざけてないだって、なんかそのちょっかい出したりとかいたずらちゃうよ、いや誰かの何かそのいたずらあの反応を見るのが好き。さあ続いていきましょう。メンバーの中で一番ダンスが上手いのは誰？おいしょ。さあこれはダンスが上手いのは、せーの、ドン。さあ、たくみ、れんさん、るき、れんくん、俺、れん、れんくん、れん、たくみ、お、たくみ、しおんが、れんくん、たくみ、たくみ、はい、れん、はい、れんくん、はい、ためた、おー、ということで、れんでございます。あさあ、れんを選んだ人が、しおんも、はい、じゃあしおん、理由をちょっと、これはまあ、そうでしょう、まあ、いいや、まあ、オールアワーズの振りも作っていただいてますし、はい、まあ、他に今作るメンバーは、まあ、おるかもしれないですけど、このやっぱり、その、やっぱり、うまくないとできないんで、うん、いつもあの僕らで引っ張ってくれてますし、まあ、これはレン君かなと、うん、はい、さあ続いてダンス来ましたので、メンバーの中で一番歌が上手いのは誰？おーしょー。さあさあ決まってるでしょう。さあそれでは行きましょう。メンバーの中で一番歌が上手いのは、せーの、ドン。さあ誰？たくみ、しょうくん、おー、しょうくん、おー、これ純喜、純喜くん、純喜くん、お、スカイだ、 J、 しょうくん、お、純喜、純喜、しおん、シオン、純喜、ということで、じゃあ純喜かな。純喜でございます。さあ純喜を選んだ人、じゃあスカイ、僕ですか、はい、いやでもやっぱり僕でも一応ボーカルじゃないですか、はい、僕らって 3人ボーカルなんですけど、僕と翔くんと純喜くんは僕良さめっちゃあって、それぞれ純喜くんはやっぱり僕的になんですけど、なんか痒いところに手が届くっていう感じなんですよ。なんかその外さないというか、こうなるところ絶対こういくっていう、同じ音程やけどその圧とか声のこの厚みとかが全然やっぱこうそこ聞いてるところが違くてめちゃくちゃいいんですけど、でも俺は翔くんもめちゃくちゃいいと思う。翔くんもそれ選んでるメンバーいたと思うんですけど、翔くんはアカペラすごい、うん、ギター持った時やばい、鬼に金棒みたいな、めちゃくちゃさっきからワードチョイスやばい、何や、何や、楽しみだ、なんか始めた一人一人言ってる、おおおおおでもさっきマイボディスピースはい、そして最後の質問でございます。メンバーの中で一番ファッションセンスがいいのは誰？あーらららさあ、これ好みあるんじゃないですか、ね、もちろん好みもありますが、ファッションセンスがいいのは誰？それでは行きたいと思います。メンバーの中で一番ファッションセンスがいいのは、せーの、ドン。さあ、たくみが、けいごくん、お、るきが、意外としょうくん、おー、意外と、ありがとうございます。僕、けいご、けいごくん、はい、ちょっと喜ぶ、けいごくん、けいご、あざます、あ、兄貴、けいにん、けいにん、スカイ、お、スカイ、マジで、うん、れんが、たくみ、俺もたくみ、たくみ、けいごは、あ、しょう、どこにショーどこにスカイね、で、ショーセイが、はい、ということで、じゃあ多いのはケイゴですね。ちなみに意外に僕っていうのはどういう、なんかあのデザインなんでやねん、めっちゃケイゴ一番最後に使うなよファッションって服だけじゃないから、うん、いろんなファッション意外とっていうのは、デザインとかする一番最後、俺一番最後にそういうのは、ね、めっちゃ確かにな理由やった俺やろや俺のことケイゴあげた人、はい、はい、じゃあ翔生、やっぱそうですね、ファッショニスタというケイゴくん、私服がめちゃくちゃおしゃれで、あのスタイルがめちゃくちゃいいんですよ。だから何を着ても映えるというか、あと毎回買う服というか毎回全部
うわ可愛いってなるものが多くて、僕は圭吾くんです。はい、ということでメンバーの中で一番丸々なゲームでした。以上 J1 でした。みんなもやってみてね。え